こちら、葛飾区亀有公園前派出所こちら、葛飾区亀有公園全般出所の登場人物、本田職人。本田職人は、秋元治原作の漫画及びアニメ。こちら、葛飾区亀有公園前派出所に登場する架空の警察官。彼を主役にしたスピンオフ読み切り漫画、こちら後期の本田赤の Z 追跡注意よろしく。もう存在する。 テレビアニメ版での声優は、家中博士またテレビドラマ版では、内村てるよが演じる。なおを記事では、ホンダの家族についても解説する。所属は、明確にはわからないが、新活死警察署交通課白媒体所属もしくは、新活死家署に同居する交通機動隊所属の巡査。機動隊制服の袖をまくって半袖にしており、手袋をつけず、すでで、 バイクのハンドルを握るという外見的特徴がある。身長175センチメートル、体重40キログラム。血液型は AB 型。誕生日は2月29日で、年齢は不詳。懐かしの荒川遊園地の牧では、ホンダと両津勘吉の年齢差は10歳となっている。両津とは、子供時代に何度か知らずに会っているらしく、音の出る三輪車に乗っていたら、 当時中学生だった両津に殴られたり、遊園地の観覧車に乗っていた時に、両津に2バイト弾をばらまかれて、やけどをしたことがある。上記のアニメ版の設定は、すべて71話、追跡。名犬両津。一人称に関しては普段は、僕だが、バイクなどの乗り物に乗っている時は、俺に変化する。また、両津を呼ぶ際。 普段は両さんもしくは先輩だが、バイクなどの乗り物に乗っているときは、両津の旦那とベランムへ口調になるのも特徴。なお読み切り漫画、こちら後期のホンダ赤の Z 追跡中よろしく。によると、交通機動隊の同僚たちに対しては、基本時に普段は、くんづけ、バイクに乗っているときは、呼び捨てだった。趣味としては、バイクのほか、 いい歩みの影響によりスイーツや少女漫画が大好きで、ある。絵画にも詳しい。料理が得意という一面もある。また、ロックバンドに対する造形も深く、ギターの演奏もでき、暴走族時代にバンドを組んでいた。白バイ競技会で全国優勝したこともある。白バイ仲間と麻雀をやることもある。連載の初期には中川慶一の友人で、 青山諸所属の冬本というアメリカンポリスの入れたちで、アメリカ風白バイに乗った警官が登場していたが、ただバイクや銃を静かに披露するだけで、キャラは立っていなかった。これを打破するために、ホンダが登場し、両者が入れ替わるように冬本は姿を消している。なお、両者が揃って登場したのは、17巻、ハーレーのチック森野巻の一度のみである。元暴走族、 関東連合の初代総長で、九州や大阪決戦で一人で暴走族1000人を潰し、数百台のバイクを破壊したことから、警官になっても暴走族の間では、レジェンド・オブ・ダークネスと慕われるカリスマ的存在であり、交通課のツーリング先で暴走族の迷惑行為に遭遇した際には、両津に無理やりバイクに乗せられて暴走族の中へ突っ込まされたが、 暴走族はリーダーを含め全員がホンダを見た途端、恐れをなして降伏し、以降は、アイドルの追っかけのごとく交通課に退去して押しかける、事態になった。マラソンランナーのサメ島城や、アニメオリジナルキャラの沖田隆二、肘かたら暴走族時代の仲間からは現在でも、慕われており、妹のやゆみの結婚にショックを受けて暴走族に、戻った際には、かつての仲間全員が、 本田の下に駆けつけたほどである。暴走族時代に乗っていた川崎マッハを伝説のバイクとして暴走族たちにより大切に保管されていた。亀有駅南口に建立された本田ダ実家は東京都荒川区南千住の本田林業。父、海蔵と母との間に生まれ、兄弟に妹のや弓と弟の文順がいる。また、 千葉に住む祖父は改造トラクターを愛用している。性格上とホンダの名字にあやかって、ホンダを好み、川崎を好む親父と喧嘩になったこともある。得意なキャラクターばかりのこち亀の中では、老いたちはあまりにも平凡なため、69巻のホンダメモリアルは、両津、中川、秋元、カトリーヌ、玲子がそれぞれ半話分使って描かれているのに、対してに、 三ページしか紹介されなかった。学歴は高校中退。ホンダを特徴づけるものとして、極端な二重人格が挙げられる。両つは、ジキルとハイドと表現している。本来は気弱で極度な臆病者であるが、バイクに乗ると凶暴な性格になる。そのため、二輪の悪魔という異名を持つ。ただし性格が変わっても記憶は変わらず、共有されているため、 厳密な意味での二重人格ではない。基本的にはバイクに乗った場合に性格が変わり、降りると元に戻るが、例外もある。初期の頃はバイクを降りた時もしばらく性格がそのままなことがあり、両津に指摘された途端にバイクから降りていることに気づいて性格が戻ったことがあった。逆にバイクに乗った時にも性格が変わらなかったことがある。バイクに乗る以外にも、 スクラップにされたバイクのハンドルを持った時にも性格が変わっているほか、アニメにおいては、両津の作ったバイクのプラモデルのバイクのハンドルを握っても性格が変わっており、江崎のかけた暗示でも同様に性格が変化していた。端的な例としては、ジェットコースターに乗った際に最初は怯えていたが、スピードが乗ってくるとバイクに乗った時の性格に表変したことがある。 自動車に乗った際は初期の頃はバイク同様に性格が変わったが後に変わらなくなった。とにかくバイクは彼の精神面での支えになっているようで初の旅行でバスに乗った際はバイクのおもちゃを持ってきていた。とりあえず持っていると安心するらしい。失恋して落ち込んだ時はバイクから降りられなくなってしまい顔を伏せたまま走っていた。ひ弱な性格であるために 他人からの頼みも断れないことが多い。また、両津に、いろいろな作業に付き合わされたり、両津の悪事にもよく加担させられることも多く、妹のやゆみやななと交絡を楽しんでいるところを、強引に連れ去られるのが定番。必要でもないのに両津と同行しただけで、両津の悪事の連帯責任を負わされることがあり、逆に両津に無理やり悪事に付き合わされて、 理婦人にも連帯責任を負わされることもある。しかし、ドジな行動が多いために本人のみならず、両妻までもがひどい目に遭うケースも少なくはなく、両妻がホンダを睡眠を取らせないでこき使ったおかげで、両妻も被害を受けることもある。使用する白バイは回転灯を片側だけ外した CB750 方で、エンジンをノーマルの 749cc から輸出車の900、 CC のエンジンへの感想や取り付けたカーステレオで矢沢永吉の曲を聴いている。VFR750-800P や GSF1200P が現行の白バイであり、乙姫7などの交通機動隊員は上記に示したバイクに乗っているが、ホンダは連載当初から CB750-4 のままである。元暴走族関東男連合のリーダーで、 Z2 に乗っていたことから、Z ホンダという異名を持つ。なお愛車は、CBX1000 と、現在では、ホンダ車ではないが、GSX1300R 早伏を所有し、なお、早伏については、年式的には 300km 規制の始まる、直前のレイレモデルであり、吉村製よびデビル製のマフラーへの交換が、されており、現在では、板短車になっている。 最近バイク以外の乗り物で軽自動車を所有している。サーフボードが屋根につけていて、ハワイのロゴとヤシの木が側面に描かれている。当初自動車の運転免許を持っていなかったが、17巻のスピード教時代の巻では実在の平和教自動車教習所で免許を取りに行っている。教習中に性格が変わり暴走したが、それ以降は免許を取った設定になっている。 数多い恋をしたのだが、気を上がったため長らく恋人ができず、またバイクに乗ると凶暴になる性格が原因で振られた、こともある。一度本口リカと付き合うも、ほとんど会えなくなり自然消滅してしまった。サンディを見送るために道路に来るまで、バイホンダと描いて、渋滞を起こしたとして、両津と共に言及になり二度目の失恋をした。94巻にてようやく乙姫七と恋人になった。 当初は女性的な言葉遣いが目立ったが、中盤以降はほとんど見かけない。ただし、アニメ版ではおねえ言葉が目立ち、乗り物の速度が速くなるだけで性格が変わる、従来のホンダと変わっていない。実家を出て一人暮らしを始める際に、家賃3万の北千住に引っ越し、後に新活死化所の花見を北区のアスカ山で行うことに決定した際に、 場所取りのため地元の人間がいた方がいいと考えた。両津により地元に人気アイドルが住んでいるからと吹き込まれたことで、家賃9万の帰宅のマンションへ引っ越した。ドラマ版でも基本的な設定は同じだが、内村が演じていることもあり、ハンドルを使ってカンフーのようなアクションをすることができる。また、恋人は保育士のミサという女性で、彼女は ホンダの優しい女性的な性格に惹かれていたが、乱暴な男が苦手であったため、ホンダと気づいていなかったとはいえバイクに乗った、際の暴力的なホンダに嫌悪感を持っていた。しかし自分やエンジを守るためにバスジャック犯を倒したのを見て、考えを改め、ホンダの二面性を受け入れた。妹を溺愛しており、妹の結婚話が持ち上がった際は、ショックから、 再び暴走族に戻ってしまうが、それを止めに入った、いや、みが、涙ながらに言った、結婚をやめるの言葉に、妹の幸せを願わない兄がどこにいると、涙ながらに結婚を祝福、暴走族の解散を宣言したことがある。アニメでは、川崎星人と壮絶な走りを展開し、最終的には、そうやみ先にて彼に泣きながら衣服をタックした。両津とは、 少年時代にあったことがあり、本田は3歳の時に、球場で三輪車にエンジンをつけて走っていると当時、中学生の両津にうるさいと殴られたことがあるほか、観覧車に乗っていた両津に爆竹を落とされたことがある。幼少期に、本田川崎、本田鈴木、本田山葉、本田本田と、改名を繰り返し、最終的に、本田ダ即人という名前になった。このことは170からに掲載。 海明君の巻で両津が行っていた。また、両津と一緒に長崎、ハワイに旅行したこともあった。195巻、秋のツーリングの巻により。コミックス21から8、大江戸騒動。月光小僧三条の巻では馬に乗っても、凶暴になっている例を挙げると、アニメ第55話、お下列写真パニックでは、両津と一緒にいただけで、今までランクインされることがなかった。 結婚したくない男性ランキングの第7位にランクインされたり、アニメ第63話熱移し、新聞大戦争では、両津の女湯導殺現場に、本田も同行してその場から逃げなかったため、玲子と小町と奈子にバレてしまい、両津と共に言及になった。アニメ TVSP 第2弾、バカンスは激しいのが、お好きで、 旅行予算をインチキして島流しされた両津とジャンケンで負けたホンダが離島で宿泊する際にホンダは両津の復讐から離脱せず大原に寝返らなかったために両津が壊したアメリカ海軍の空母の弁償に両津と共に賠償責任を負わされる例としてアニメ TVSP6 弾、両津の野望タイムスリップ戦国伝では花山小梅の魔法の杖でホンダは 両津に呼び出されてしまい、両津の金儲けのために歴史を改ざんする悪事に付き合わされ、天国警察に逮捕される両津と本田は火山理科の魔法により、白秋の時代に送られる。両津の悪事ではないが、花見の時に大原が持ってきた幻の名手、腰の完売を不注意で割ってしまったり、両津の作った等身大のスイマー人形を壊してしまったり、 両津がダビングの編集をしている時に依頼人のビデオテープをおぶち負けてしまい、どれが誰のテープかわからなくなる、等と,といったトラブルも起こしている。第28巻、ハローグッバイの巻156巻、本田く君の引っ越しの巻より、174巻、お花見王子の巻より、オチとしてミサもバイクに乗ると性格が変わるようになった。この時は、かつての射程をはじめ都内にび正しい数の、 暴走族が出没する事態となった。この時ホンダは日本ハムの帽子を被っており、その爆竹で焦がされてしまった。両津はこれに関して69巻7話での偽最終回、量産メモリアルの巻でヘルメットを渡した際、いつぞやは長崎まで走らせて悪かったと謝罪している。その次のエピソードで開き直った時も他の一同と共に驚いていた。二百一巻。 VTuber 大作戦の巻。TVSP、最も危険なサバイバル。アニメ119は、本だけの一族では、バイクを購入しようとする客にテストを受けさせており、バイクを担いだり、縄で縛られた状態で運転したり、バラバラ状態のバイクを組み立てたり、バイク関連の筆記テスト等、計10個のテストをすべて合格しないと、バイクを売らない。なお、 暴走族やバイク好きのミーハーに対しては試験を受けさせずに追い払っている。ちなみにバイクは発売当時の値段で売っている。両津に至っては9個のテストに合格したが10個目のテストを受ける前にテスト用紙が風で飛ばされて火に燃えてしまったため最初から受ける羽目になった。両津の実家から両津の先祖が武士から片身として譲り受けた。 大量の梅干しの壺のことで、本田が霊媒師に相談しに行った際、霊媒師から、梅干しをすべて食べなければ、両付けに災いをもたらすと告げられたことを両津に報告すると、両津に無理やり養子縁組にされて、梅干しを押し付けられてしまった。しかし、梅干しを一度食べた本田は、梅干し中毒になり、様々な梅干し料理を作るまでに至った。両津が、 年代物の,の梅干しに気づいた時には、本田はすでに梅干しを全部食べ尽くした後だった。ホンダ本人は、両津の嘘だと知らなかったため部屋の整理をしていた。両津から、前から欲しがってたもんな。これ、プレゼント。と言って、別れ祝いとして、バイクのヘルメットを渡された時、彼は激しく動揺した。その後、送別回答日にて、両津の嘘がばれたことで、 他の面々と共に、両津に激しい怒りをぶつけた。その後、バイクに乗って、両津を追いかけた。その後の最終回のおまけでも路上に咲いていた花に見とれていたが、大急ぎで出勤してきた、両津の自転車に踏みつぶされた時もショックを受けて、バイクに乗って、両津を追いかけた。ありがとうございます。